それじゃあ廃放セブンディー始まるよ。ディズニージュニア廃放廃放さあ行こう廃放飛び出そう廃放セブンディーがみんなを待ってるよ。ニコニコ笑顔のご機嫌ツルツルお花のくしゃみワイワイ楽しいお届け愉快なセブンディーもじもじテレスケに先生グーグー寝ている寝坊すけふんふん怒るよ怒りっぽ愉快なセブンディーハイホーキャンキャンだハイホー愉快な仲間ハイホーセブンディーに会いに行こうよハイホーセブンディー。まだまだ続くよハイホーセブンディーディズニージュニアキラキラムービー絶対止まるもんかスチーム仲間のピンチに機関車たちが大集合そしてジャオイタリアへようこそ宝物や消えた機関車って何のことなの伝説の謎を追って大冒険すごいぞ映画機関車トーマスチャオ飛んで歌ったディスカバリー23日日曜日夕方5時モーフルはニラの魔法のペットマーフル、ニラ大好きすごいんだよ、何にでも変身できちゃうんだ魔法のペットたちにぴったりのお友達を見つけるよこの子があなたの魔法の友達きっと親友になれるよーモーフルとミラみたいにそうだねモーフルモーフルと魔法のペット土曜日と日曜日昼12時日曜日は新エピソードまたまた始まるよ廃放セブンディーディズニージュニアまだまだ続くよ廃放セブンディーディズニージュニアイーハー恐竜牧場大出発恐竜と暮らす3兄弟僕に任せて勇敢なジョン助けに来たの優しいミンジャジャーン発明家のミゲルチームワークでさあ恐竜たちを育てようイーハーイーハー恐竜牧場土曜日と日曜日夕方4時日曜日は新エピソードみんなおはよう毎日朝7時はミッキーモーニング土曜日と日曜日のミッキーモーニングなら張り切っていこうパップストラクションやあ機関車トーマスファイヤーマディ他にもたくさんのお友達と素敵な朝が楽しめるよ早起きだな遅くなってごめんなさいパーティーの始まりだイエーイミッキーモーニング毎日朝7時から10時までまたまた始まるよ廃放セブンディーディズニージュニアキャンダーハイホー愉快な仲間ハイホーセブンディーにまた会えるかなハイホーセブンディーこの後のディズニージュニアは出動パジャマスク待っててねディズニージュニアお誕生日アルバム6月バースデーやってきたバースデーいつになったかケーキのろうそくを嬉しいことも驚くことも待ちきれないよね心からおめでとうプレゼントは何だろうドキドキするねハッピーハッピーバースデートゥーユーハッピーディズニージュニアバースデーとびきりの笑顔でお祝いしようハッピーバースデートゥーユーハッピーディズニージュニアバースデー生まれてきてくれてありがとうディズニージュニアバースデーみんなの素敵な写真を送ってね詳しくは公式サイトまで Yeah!